からし高菜明太子のおにぎりですね。こちらを食べていきたいと思いますね。どうですかね、こちらですね。早速切っていきたいと思いますけどね。お腹一つにまとまってますけど、高菜が多いですかね。ちょっと明太子が少ないような感じですけど、まあ、早速いただきますよ。どうしても高菜がメインすぎますね、これですね。高菜に明太子もちょっと入ってるかなってとこですね。でも高菜が多すぎますね。まだこっち側は明太子入ってますね。こっちは明太子が入ってますね、ちゃんとですね。まあでも全体的にやっぱり明太子の量が少ないかなってところですね。ということで、今回このからし高菜明太子のおにぎりをいただきました。ご視聴ありがとうございました。